した時に後ろ足が外れちゃうっていうのをいただいて、それの改ざん方法、改善方法っていうの、どうしたらこう足にくっついてるようになるかっていうか、どうしたらそう見えるかを説明していきます。まず普通の折り、これでまあまあちょっと適当な感じだけど、折り後ろこれくっついてるように見えるのかな、まあいいや、まあオーリーこれで、俺が思うその後ろ足がくっついてきませんっていう人のオーリーします。最後まで再現だ、こうやって、くっついてきてないでしょ今。雰囲気出すね。出してるでしょ。出してる。ああ。いやこれはね、まあ大体みんながそうなんです。特にスノーボーダーの人はすげえ多いんだけど、あのテールを弾くってスケボーよく言うんだよね。テールをって言うんだけど、テールを弾くってことは地面を、地面実は足踏んでないんだよね、こうで、多分テールが外れちゃうって人はこれでこのタイミングで飛んでるから板が上がらない、じゃなくて板を地面に、叩きつけると今でもテール上がるじゃん。で、その動作がこう足全体っていうか地面を踏みつけて飛ぼうとするから飛べないじゃなくて、足首のこのスナック使って地面に実は足ついてなくて、俺とかの俺のやり方はこうはしてなくて、ここで板を蹴ってるからこうなって後からついてきてることの方が多分多いんだ。テールで蹴って板を地面に叩きつける、蹴る、テールを蹴るでってなるから、多分足がくっついてるように見える。だから実際一瞬は絶対足が離れてる、で後からこう板がこうくっついてきてくれる。これでやるとでも今ね、スローで見たら絶対離れてるから間違いないけど、そのテールが浮いてこないとか、あと何、テールの足が外れちゃうって人はこれだと思うんだよね。踏みすぎ、地面を、地面を一回踏んでから飛んでくるじゃないかな。あとまあちょっとはやっぱ前足その時には重要で、こう前足をキックにこうスッてやってるから、上がった時に
シュッて上がってきてくれるっていうのもあるんだけども、それよりも結構テールの方が癖でな、足首使っちゃうんだよな。テール行ってくるっしょ、タイミングだけで。これをパチン、前足使ってるね、前足使わないバージョン。でも浮くっしょ、うん、ちょっと適当だから。そう、それがまあタイミングがやっぱあって、できるだけこのデッキを地面に叩きつけるスピードを速くすれば、その分やっぱパンって跳ね返ってくるし、これがやっぱ遅くなれば遅くなるほど浮いてこない。できるだけこのテールを早く地面に叩きつける。今ので完璧かな。これをもっと早くパチンってやれば、まあ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 止まってって難しい。まあそれが結構テールが多分浮いてこないっていう人のあの一つだと思うんで、一つっていうか改善点、もしかしたら違うかもしれないけどね。見たことなんかそういう解説ないじゃん。まあまあまあね、タイミングとかテール速さとか。いや絶対だってこれだけできれば、テール蹴れれば、あの組コーンあるやん、カラーコーンこうやってやるやつ、テールだけで飛べるはずなんだ。走ってた前足をやんなくてもやんなくてもちょっと当たってれば、そう、そんなかな。あとは叩くときにつま先にやったり、こっち側にこう曲がったりしないように、板の、まあ、このビスの中心、この先端を叩くようなイメージ。すると真上に上がってくるから、それが端っことかにすると板回っちゃうから、逆にしてもそうだし、こうやって板がクイッてなっちゃうし、これがあんま良くなくて、こうやってまっすぐ上がってくるんだ。でこれが慣れたらこのタイミング早くすれば、そう右足だけでもできしまうと。でこれが平行にならないのは前足を使ってないからってだけで、こう弾いたらあとはもうこの前足をズリズリズリってやれば、こう平らになってよく見る折りになるっていうね。あとなんかある不明点、今ので不明点なんかある